こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本では通常動力型が静粛性に優れているため、この通常動力型を採用しているが、世界では原子力潜水艦が主流となっている。あの韓国も原子力潜水艦を建造するという計画を打ち出してしまった。だが、世界各国でどれくらい計画通りに建造計画が進んでいるのか。では、今回世界の原子力潜水艦事情を見ていこう。なんといっても、豪州と仏だが、仏はここだけではなかったのか。各国の関係も見ていくとしましょう。2020年8月現在でも、原子力潜水艦を保有し運用している国は、アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国、インドの6カ国しか世界に存在せず、ある意味核兵器より劣るとも言える。核兵器の保有国は、これら6カ国に加え、パキスタン、北朝鮮が保有を明言、さらに公表は、していないもののイスラエルが保有していることは、まず間違いないとみなされ、合計9カ国と考えられている。2020年になって、韓国が原子力潜水艦の保有に意欲を見せ始めたことが、報じられたが、実は、すでに原子力潜水艦の建造に着手している国があり、それが南米の言うたるブラジルである。遡ること2年前の2018年から、ブラジルは原子力潜水艦の建造に着手しているが、これはアルバロ・アルベルトという艦名の攻撃型潜水艦で、目下2030年代初め頃の収益を目指して開発が進められてきた。このアルバロ・アルベルトは、全長約100メートル、排水量6000トンのサイズと見られており、攻撃型潜水艦としては、通常動力型よりもはるかに大柄な艦様であることが見て取れる。無論、ブラジル単独で、この原子力潜水艦、アルバロ・アルベルトを建造する能力は、有しておらず、フランスの TCNS 社の協力のもとで、建造用の造船所を設け、その技術支援を受けての計画だった。フランスの TCNS 社は、オーストラリアの新型潜水艦、アタック級の、プロジェクトも受注しており、その提案のもととなった自国での、シュフラン級原子力潜水艦の建造でも知られる造船会社だ。ブラジルは、原子力潜水艦、アルバロ・アルベルトの機関部となる、原子炉の試作品も、2018年に完成させており、潜水艦本体の建造を、TCNS 社と共同で行うことで、その計画達成に向けて動いていた。このため、DCNS 社の本国たるフランスには、ブラジル人の潜水艦開発に従事する技術者や運用、管理に携わる軍の要員が送り込まれ、必要なノウハウ、技術を習得する交流が行われていた。しかし、そんなブラジル・フランスの両国の協力体制は2019年頃から、首脳同士の政治上の対立が表面化したことで、徐々にほころびを見せ始めることになってしまった。ちょうど2019年頭に、ブラジルの政権の座についた
ボルソナーロ大統領は、フランスのマクロン大統領とアマゾンの大規模森林火災をめぐって非難の応酬を繰り返す間柄となってしまったのだ。アマゾンの大規模森林火災は、2019年にボルソナーロ大統領が就任して以来、大幅に増加したとの指摘が、ブラジル内外から寄せられているが、ボルソナーロ大統領は、内政問題だとして、これを認めていない。それに対し、環境問題を重視している政治姿勢のマクロン大統領は強く、ボルソナーロ大統領の言動を非難し、お互いの夫人まで中傷するような、感情的対立が、二人の間には発生している。ちなみに、環境問題を重視していないアメリカのトランプ大統領は、この件に関しては、ボルソナーロ大統領を支持する声明を出しており、新型コロナウイルス対策と同様に、経済政策優先の姿勢を見せている。こうしたボルソナーロ大統領の政治姿勢は、議論の分かれる部分では、あろうが、ブラジル国内での反応がどうかといえば、就任当初に比べ、その不支持率は増加傾向にあるようで、今後は国内の反発もさらに強まりそうだ。さて、本題のブラジルの原子力潜水艦。アルバロ・アルベルトだが、こうした同国とフランスとの関係の著しい悪化で、計画の先行きが危ぶまれる状況にあるというのが、大方の見方となっている。しかし、そもそも、ブラジルは、現在、原子力潜水艦を保有しているアメリカ、ロシア・イギリス・フランス・中国、インドの6カ国と違い、攻撃型潜水艦が護衛すべき航空母艦を今は運用していない。ブラジルは2017年まで、かつてはフランス海軍のクレマンソー級、航空母艦2番艦であったフォッシュを譲り受け、サンパウロとして運用していたが、改修に要するコストや期間などから、退役済みだ。一応、2018年に、ブラジルは、同年に退役したイギリスの強襲揚陸艦、オーシャンを購入し、これをアトランティコと名付けて、サンパウロの代替艦とすることを決めているが、まだ収益には至っていない。実は、2020年に入って、ブラジルのメディアが伝えたスクープによれば、ブラジル軍は、フランスの海外領土であるフランス領ギアナから同国への攻撃の可能性があると見ていると報じられた。もちろん、フランス側は、こうした主張を全く根拠のないものだと相手にしていないが、首脳同士が対立していることで、フランスが軍事的な脅威になるとの主張は、究極のマッチポンプのようにも映る。もともと、幸運なことに、ブラジルは、地理的に、周囲に、軍事的な脅威となる鉄国が、ない状態であり、軍備の旧式化も、さほど問題にならずに済んでいたと思われるのだが、どうなのだろう。日本からしてみれば、そうしたマッチポンプ的な理屈ではありながら、
着実に軍備を増強し続ける中国を見るにつけ、実はブラジルの現状はある意味羨ましい平和状態なのかもしれない。